さあ今日の決勝戦、今日のトップを決める戦い、出てくるわスカイシュナーゼエコ、対するはゼニクイチームバンババンハート。用のあるかなペドフィル、考える。何を選択するのか、時を選択しに行った。仲良くするな。時エコ対するは風ハート。開幕ジャンプに刺さる、バーストする。さあ 2B が刺さるも、コムに持ってきないが、ここは気にしない。さあ逆に今度は画面端を追いやられるペドフィル、中段はしっかり見えている。決勝ならではの集中力。さあ立ち回りに戻って、この立ち回りの中にはね、風のアルカナの飛び道具等がね結構機能するので、時のアルカナはなかなか機能しづらいと思うんですね。だが捕まえ、一回捕まえたらわからなくなるのが時のアルカナ。馬車まで決めて、さあなぜかメリーさんが向く敵の方に行っててさあこうコンボを決めていくのはバンババンのハート、ベルデスク中段勝利漏れてしまう。アニエが当たりコンボを取ってくる、ようなるからペドフィル、ジャンプイメクリ、これは見えない。あ、これは読めている。必殺キック投げ、搭載が起こったところにしっかり反応して昇竜拳を打っていった。一本立ったのはバンババンハート。開幕この男は止まらない。先ほどのノリと一緒でどんどん攻め立てる C 王子様、 C 王子様から N 歩ジャンプイを読まれて昇竜拳を打っていく。さあ高まっている、高まっている、どこまで行くんだ。どうぞジャンプイガールさせて、この王子様は読めてる。だが昇竜拳絡めてしまうも N ホーミングは早すぎて追撃もいけず、はい勝ったのはバンババンハート。出てくるは世界週7でチコチコエルダ対キャサリン。さあ先ほどね、アンドキャサリンとやったあのメリエルダはどのようなね、同じ感じにやっていくのか。対するチコチコはこれ安藤とは全く真逆のプレイヤー、どのような動きを見せてくれるのか。さあジャンプ B うまくさしてコムニオまでしっかり締める。このタク受け身は取らない。ラリアットガードさせて、おっとこれは細切りに行くも、これねチコチコがよく画面を見ていた。だがツタが当たってしまい、一本取ったのはメリエルザ。2ラウンド目ジャンプシーかぶせに行く、ジャンプシーがめくってミサイルを決めていく。だがジャンプ A が届かない。あ体力を奪っておいて、この離れた隙にねしっかり種の消費を出して、相手にねあのいい位置を取らせないようにしてますね。さあ新生水からスタート起爆 4C、 これはもう相手を逃がさないことを前提としたこの連携。グレードが当たり、これはたまらずバースト。ショータね、対するはこちらチビオド。チビオドは先に歩いていく。どうだがこれ清水の起爆で爆発されてしまうが、2体目これは今度はコムニオで消していく。だがこれねコムニオを使ったことによって接近戦になる。ジャンプ C 当たる、これはちょっと攻めづらかったか。ジャンプ BB からグラディウス派生を出してコムニオン2C で締めて、こっからのタクは起爆ラリアットを打っていく。相手の2A を読んでいた。ジャンプ E 決まり、これは A なんだっけ、まあいいや。あーだが取り返したチコチコケソリン、あ、A クレドだね。 A クレドを読んでミサイルをしっかり先ほど置いていきましたね。さあコムニューでまたチビキャサを爆発させる。
グラディウスを決めて追加まで入れる。あ、ダメージを奪われた側のチコチコはどのような策を取って奪い返していくのか。護衛 4C だが、これは下段で攻めを継続していった。種からコムニョー、この中段もガフ連携になっていて、勝ったのはゼニカイ、優勝はゼニカイチーム、おめでとうございます。